トファッシュは、コチ財閥の傘下にあるトルコの乗用車製造会社。コチ財閥とイタリアの自動車メーカーフィアット社との合弁企業であり、本社はイスタンブール、工場はブルサにある。社名のトファッシュは、トゥアキアオトモブルファブリカラーアナニウムシカティ AS の当時語であり、トルコ自動車工場株式会社の意味。トファッシュは1968年に、 トルコ発の自動車製造企業として発足し、フィアットからライセンス生産の認可を受けた、フィアット124を、トファッシュ・ムラット124として、製造、販売した。ついで、ムラット124の後継者として、フィアット131を元とした乗用車が、トファッシュ・ムラット131、トファッシュ社品、トファッシュ、ドアン、トファッシュカルタルが、長期にわたって製造され続けた。 なお、トファッシュ社品は、1991年からエジプトのナスル社、2006年からエチオピアのホラントカー社で、ノックダウン生産が行われている。トファッシュは今なお、フィアットとの密接な関係を維持しており、トルコと欧州諸国の市場向けに、フィアット、アルファロメオ、ランチアの車種を製造している。また、トファッシュは、主にタクシーとして用いられる。 独自の車種も製造している。ありがとうございます。